主人公の名前は忘れてしまったが、目を覚ますと見知らぬ場所にいたのだ。周りには壁があり、道もなく、ただただ暗闇が広がっているのだ。主人公はパニックになりながらも、自分がどうしてここにいるのか、どうやってここから脱出するのかを探ることにしたのだ。主人公はまず、自分の身体を探ってみた。すると、身体には傷や打撲の痕跡があったのだ。どうやら、何者かに攻撃されて気を失い、ここに連れてこられたようなのだ。しかし、その攻撃を受ける直前の記憶は全くない。主人公は自分の過去を思い出そうと努力するが、頭の中は真っ白だったのだ。暗闇の中を進んでいくうちに、主人公は壁に何かの文字を見つけたのだ。それは Make you へようこそと書かれていたのだ。Make you。主人公は混乱しながらも、自分がメイキューの中にいることを理解したのだ。そして、このメイキューから抜け出すためには、自分の失われた記憶を取り戻さなければならないと感じたのだ。主人公はメイキューの中を探索し始めたのだ。暗闇の中を進むと、次第に様々な場所や出来事の断片が脳裏に浮かび上がってきたのだ。それは、主人公の過去の一部だったのだ。彼は自分がどんな人間だったのか、何をしていたのか、そしてなぜ攻撃されたのか、少しずつ思い出していったのだ。迷宮の中には、謎や仕掛けが数多く存在していたのだ。主人公はそれらの謎を解きながら迷宮を進んでいったのだ。解くたびに、記憶のピースがつながり、主人公の過去が明らかになっていったのだ。しかし、迷宮の奥深くには最後の謎が待ち構えていたのだ。主人公は最後の謎を解くために、迷宮のどこかに隠された手がかりを探し始めたのだ。苦心の末、彼は一つの扉を見つけたのだ。その扉の向こうには、彼が失われた記憶を取り戻す鍵があると確信していたのだ。主人公は扉を開け、中に入るとそこには驚きの光景が広がっていたのだ。そこには自分の過去の風景が映し出されているかのような場所があり、記憶の断片が浮かび上がってきたのだ。主人公は感動と同時に、自分の失われた記憶を取り戻すことができた喜びにあふれたのだ。この迷宮の中での試練を乗り越え、主人公は自分の過去を取り戻したのだ。そして、迷宮から脱出する方法を見つけ出したのだ。彼は迷宮の外に出て、新たな人生を歩み始めたのだ。失われた記憶の迷宮を抜け出した主人公は、過去の自分と向き合い、新たな人生を築いていく。彼は自身の経験を生かし、人々を助けるために奮闘するようになったのだ。この物語は、失われた記憶の迷宮を通じて主人公が成長し、自分自身と向き合いながら新たな道を歩む姿を描いたものである。迷宮の中での困難な試練を乗り越え、記憶を取り戻した主人公の物語は、読者に勇気と希望を与えることだろう。影の舞台での奇妙な出来事、古い劇場の幕が静かに上がる
れたのだ。彼らは新しい作品のリハーサルを行うため、この愛劇場を借りることにしたのだ。リーダーの翔太は、長年の夢だったこの劇場での公演を心待ちにしていたのだ。彼は、劇場の歴史とそこで演じられた数々の名作に憧れていたのだ。さあ、みんな、これから我々の物語をここから始めよう。翔太の声が劇場内に響くのだ。メンバーたちはそれぞれのポジションにつき、リハーサルを開始したのだ。最初の数時間は順調に進んでいたのだ。彼らは台本に忠実に演じ、舞台装置も次第に整っていったのだ。しかし、夜が更けるとともに、劇場内の空気が徐々に変わっていくのを感じたのだ。寒気が背筋を走り、まるで誰かが見ているような視線を感じたのだ。何か変な感じがするネアンズが声を潜めていったのだ。ここ、誰もいないはずなのに、視線を感じるの、気のせいだよ。アンズ、古い劇場だから。ちょっと雰囲気があるだけさと翔太は笑って答えたのだ。しかし、彼自身も不安を感じていたのだ。リハーサルが続く中、奇妙な出来事が次々と起こり始めたのだ。舞台装置が勝手に動いたり、誰も触れていないのにカーテンが揺れたりしたのだ。特に、舞台の奥にある古い鏡が不気味だったのだ。鏡に映る自分たちの姿が、どこかように感じられたのだ。この鏡、何かおかしいよとレーナが言ったのだ。見て、私たちの姿が少し歪んで見えるわ。翔太は近づいて鏡を覗き込んだのだ。確かに、鏡の中の彼らは現実の姿とは微妙に違って見えたのだ。歪んだ笑顔、不自然なポーズ、まるで別の世界から覗き込まれているような気がしたのだ。大丈夫、大丈夫、古い鏡だから。そう見えるだけさと言いながらも、翔太の心には不安が募ったのだ。リハーサルを続ける彼らの前に、突然、かつてこの劇場で演じていた盟友の幽霊が現れたのだ。彼は紳士的な態度で近づいてきたのだ。君たち、ここで何をしているのかね。幽霊は穏やかな声で問いかけたのだ。彼の姿はぼんやりと透けて見えたが、その目には強い意志が感じられたのだ。私たちはここで新しい劇をリハーサルしているんですと翔太が答えたのだ。あなたは誰ですか？私は、この劇場のかつての主役だったものだ。ここで数多くの舞台を踏んできたのだと幽霊は微笑んだのだ。しかし、ここにはもう誰も来ることはない。君たちもここで何かを見つけるつもりなのかね。翔太は一瞬戸惑ったが、すぐに気を取り直したのだ。私たちはこの劇場の歴史を蘇らせたいんです。ここで再び多くの人々に感動を与えたいんです。幽霊はしばらく沈黙してから、静かに言ったのだ。それならば、私も君たちを助けよう。だが、気をつけなさい。この劇場には多くの秘密があるのだ。君たちの意志が試されることになるだろう。その言葉を最後に、幽霊
されていたのだ。その中で特に目を引いたのは、ワトツの呪われた演目の話だったのだ。この演目は劇場に災いをもたらしたと言われているのだ。演じる者は必ず不幸に見舞われ、劇場も破滅の道をたどったのだ。翔太は声を細めて呼んだのだ。それでもこの演目を演じることで劇場の呪いを解くことができると書かれているのだ。それならその演目を演じてみるべきじゃない？ハンズが提案したのだ。もし本当に呪いを解くことができるなら、私たちも劇場も救われるかもしれないわよ。でもその代償は大きいかもしれないわ。レーナは不安げに言ったのだ。本当にやるべきなのかは、翔太は深く考え込んだ末決断したのだ。私たちがこの劇場をよみがえらせるためにできることは何でもやろう。この呪われた演目を演じる覚悟があるんだ。皆も同じ気持ちなら挑戦しよう。メンバーたちは互いに目を見交わし、うなずいたのだ。彼らの心には強い決意と覚悟が宿っていたのだ。その夜、彼らは呪われた演目のリハーサルを開始したのだ。台本は古びていて、言葉の一つ一つが重く感じられたのだ。舞台上には不気味な雰囲気が漂い、彼らの動きも次第に鈍くなっていったのだ。この演目は本当に何かが違うと翔太がつぶやいたのだ。まるで何かに吹き込まれるような感じがする。リハーサルが進むにつれて劇場内の異変はますます顕著になったのだ。照明が突然消えたり、音響が勝手になり響いたりしたのだ。彼らの心には恐怖が広がっていったが、それでもリハーサルを続けたのだ。そして最終幕が近づいた時、再び幽霊が現れたのだ。彼の姿は今度はよりはっきりとしていて、その目には何か重大な決意が見て取れたのだ。君たち、本当にこの演目を最後まで演じるのかは？幽霊は厳しい声で問いかけたのだ。はい。私たちは覚悟を決めました。この劇場を蘇らせるために、何としてでも演じ切ります。翔太は力強く答えたのだ。幽霊はしばらく彼らを見つめていたが、やがて静かにうなずいたのだ。ならば、君たちの意志を試す時が来たのだ。この演目を完遂することで、劇場の呪いを解くことができるのだ。しかし、その代償は大きいことを忘れないでほしい。最終幕に向けて、彼らは一層集中して演じたのだ。一つ一つのセリフに魂を込め、緊張感がピークに達したのだ。舞台上の空気が凍りつくような静寂の中、彼らの演技は次第に現実と虚構の境界を越えていったのだ。クライマックスの瞬間、突然舞台全体が震え出したのだ。照明が揺れ、音響が轟音を立てて鳴り響いたのだ。観客席には誰もいないはずなのに、まるで無数の視線が彼らを見つめているかのような錯覚に襲われたのだ。翔太、これは一体何が起こっているの？ハンズが震える声で尋ねたのだ。わからない。でも、最後までやり遂げるんだ。翔太は必死に答えたのだ。最終幕のクライマックス。
主人公が劇的な決断を下す瞬間が訪れたのだ。翔太は深呼吸をし、最後のセリフを力強く吐き出したのだ。私たちは未来を切り開く。ここで、全てを終わらせるのだ。その瞬間、劇場全体が眩しい光に包まれたのだ。光が消えると、舞台上にはただ疲れ果てた俳優たちが立っていたのだ。幽霊は消え去り、劇場には静寂が訪れたのだ。終わったの？レーナが震える声で尋ねたのだ。多分な。僕たちはやり遂げたんだ。翔太は深い息をついて答えたのだ。劇場の扉がギギッと音を立てて開き、外から新鮮な風が吹き込んできたのだ。彼らは外の明かりに向かって歩き出し、劇場を後にしたのだ。数日後、彼らは再び劇場を訪れたのだ。あの不気味な雰囲気は完全に消え去り、劇場全体が明るく感じられたのだ。廃墟のようだった劇場は再び息を吹き返し、新しい公演を迎える準備が整っていたのだ。翔太と彼の仲間たちは、そこで初めて正式な公演を行うことになったのだ。彼らは練習を重ね、劇場の舞台に立つ日を待ち望んだのだ。そして、ついにその日がやってきたのだ。劇場は満員の観客で埋め尽くされ、観客たちは舞台に胸を膨らませていたのだ。翔太たちは、あの夜に演じた呪われた演目を再び上演することに決めたのだ。だが、今度は呪いを解くためではなく、新たな歴史を刻むために演じるのだ。さあ、みんな僕たちの物語を再びここから始めるのだ。翔太の声が劇場に響き渡り、幕が上がったのだ。舞台上では、彼らの演技が光り輝いていたのだ。観客は息を呑んで見守り、笑い、泣き、感動の声を上げたのだ。翔太たちは、一つ一つのセリフに全力を込め、舞台の隅々までエネルギーを伝えたのだ。そして、最終幕が近づいたとき、再びあのクライマックスのシーンに差し掛かったのだ。翔太が最後のセリフを吐き出す瞬間、劇場全体が一瞬静寂に包まれたのだ。私たちは、未来を切り開く。ここで、全てを始めるのだ。翔太の声が響き渡った瞬間、観客席から大きな拍手と歓声が巻き起こったのだ。その瞬間、翔太たちは確信したのだ。彼らはこの劇場を蘇らせ、新しい歴史を刻むことができたのだ。幽霊の呪いは解かれ、劇場には新しい生命が宿っていたのだ。公演が終わり、カーテンホールで観客の拍手に包まれる中、翔太たちは心からの感謝と喜びを感じたのだ。彼らは、劇場の新しい一歩を踏み出すことができたのだ。その夜、彼らは劇場のロビーでささやかな祝賀会を開いたのだ。皆が笑顔で語り合い、これからの未来に胸を膨らませていたのだ。私たち、本当にやり遂げたのね。アンズがしみじみと語ったのだ。ああ。
語の始まりを告げる後幕となったのだ。運命の糸をたどる者たち、彼らの出会いは偶然ではなかったのだ。運命の糸が織りなす一瞬の輝き、その糸が結ばれる瞬間、すべてが動き出したのだ。古びた図書館の片隅で、埃にまみれた一冊の本が明かりを受け、運命を語り始めるのだ。都会の喧騒を逃れた先にある静かな町、その町外れに、ひっそりと佇む古い図書館があるのだ。木製の扉はギシギシと音を立て、長い間音の手が入っていないことを物語っていたのだ。中に入ると、重厚な木の棚が並び、その一つ一つに古い本がぎっしりと詰まっているのだ。その図書館を訪れたのは、静寂を愛する青年、内村良介だったのだ。良介は小さな出版社で働く編集者で、古い書物に目がないのだ。今日も新しい発見を求めてこの図書館に足を運んだのだ。古い木の匂いと埃っぽい空気が鼻をつき、懐かしさを感じさせるのだ。その中で彼の目に留まったのは、一冊の手書きのノートだった。古びた表紙には、朽ちかけた文字で運命の糸をたどる者たちと書かれているのだ。ノートを開くと、そこには不思議な物語が記されていたのだ。何世紀も前から続く運命の糸をたどる者たちの話なのだ。そのゆとりゆとりが、運命に導かれ、不思議な出来事に巻き込まれていく。良介はその物語に浮き込まれ、時の流れを忘れて読みふけったのだ。物語の中で最初に登場するのは、中世のフランスに住む少女、マルグリット。彼女は村の片隅でひっそりと暮らしていたが、不思議な夢を見始めるのだ。夢の中で彼女は見知らぬ人々と出会い、そのすべてが運命の糸で結ばれていることを知るのだ。ある日、夢の中の一人の青年と現実で出会ったことで、彼女の運命は大きく動き始めたのだ。マルグリットは青年と共に旅に出るのだ。彼の名前はジャンピエール。彼もまた、同じ夢を見ていたのだ。二人は互いの存在に吹き寄せられるようにして、運命の糸を手繰り寄せながら、次々と奇妙な出来事に遭遇していく。彼らが出会う人々は皆、一様に不思議な力を持ち、運命の糸で繋がれていたのだ。彼らの旅は、古い予言書に導かれる形で進んでいく。その予言書には、選ばれし者たちが運命の糸をたどり、世界を変えると記されていた。マルグリットとジャンピエールは、自分たちがその選ばれし者であることを次第に理解し始めるのだ。良介がノートを読み進めるうちに、物語は次第に現代へと近づいていったのだ。次に登場するのは、20世紀初頭のニューヨークに住む画家、エミリー。彼女もまた、運命の糸に導かれるようにして、不思議な出来事に巻き込まれていく。エミリーはある日、美術館で一枚の絵画に心を奪われるのだ。その絵には、見知らぬ風景とともに、遠い昔の人々の姿が描かれていたのだ。彼女はその絵に惹かれ、次第に自分がその風景
影の中にいるような錯覚に陥る。まるで運命の糸が絵画を通じて彼女を引き寄せているかのようだったのだ。ある夜、エミリーは夢の中で絵画に描かれた風景の中を歩いている自分を見た。そこで出会ったのは見知らぬ男。彼の名前はアレクサンダー。彼もまた同じ夢を見ていたのだ。二人は夢の中で話し合い、現実でも会うことを決意する。運命の糸は再び二人を結びつけたのだ。凌介は物語に没頭し、時間を忘れて読み続けたのだ。彼はふと、自分がこの図書館に導かれたのも運命の糸によるものではないかと考え始めた。もしかすると、自分もまた、この物語の一部なのかもしれない。そんな思いに駆られながら、彼はノートを閉じたのだ。その瞬間、図書館の扉がギシギシと音を立てて開いた。振り返ると、そこには見知らぬ女性が立っていたのだ。彼女の名前は美咲。彼女もまた、古い書物に興味を持ち、この図書館を訪れたのだという。美咲は凌介に微笑みかけ、一緒に古い書物を探すことを提案したのだ。彼女もまた、運命の糸に導かれるようにしてここに来たのだと感じていた。二人は図書館の中を歩き回り、次々と古い本を手に取ったのだ。その中で、ふと凌介は美咲に咲くほどのノートの話をした。彼女も興味を持ち、そのノートを読み始めたのだ。二人は並んでノートを読み進めながら、自分たちの運命がこのノートに導かれていることを確信したのだ。数ヶ月が過ぎ、凌介と美咲は共に新しい物語を紡ぎ始めた。彼らは運命の糸をたどる者たちの物語をもとに、新たな書籍を出版することを決意したのだ。彼らの努力は実を結び、その本は多くの人々に読まれることとなったのだ。ある日、凌介は自分たちが出版した本を手に取り、ふとノートの最終ページを思い出したのだ。そこには、運命の糸は永遠に続く。たどる者たちは、その先に何を見出すのかと書かれていた。彼はその言葉を胸に刻みながら、新たな運命の糸をたどる決意を固めたのだ。彼らの物語はまだ終わっていない。運命の糸は続き、次なる出会いと冒険が待っている。凌介と美咲は、その糸を手繰り寄せながら、新たな未来へ
知り得ない未来へと続いていくのだ。闇に閉ざされた秘密の穴園、その底辺の存在を知る者は少ないのだ。それは薄暗い森の奥深く、古びた石造りの門に隠された場所にあったのだ。昼間でさえ太陽の明かりが届かないその場所は、まるで時間が止まったかのような静けさに包まれていたのだ。かつてこの地には美しい花々が咲き乱れ、鳥たちが楽しげにさえずる平和な庭園が広がっていたのだ。しかしある日を境に、その美しい庭園は闇に閉ざされ、秘密の穴園となってしまったのだ。村人たちはその変化を口にすることなく、ただひたすらその地を避けるようになったのだ。ある雨の降る夜、エミリアという名の若い女性が、何かに浮き寄せられるようにその庭園へと足を踏み入れたのだ。彼女は幼い頃からその庭園の存在を知っており、村人たちの間でささやかれる噂話に興味を抱いていたのだ。エミリアは不思議な力に導かれるように古びた門を押し開けたのだ。門の向こうには長い間放置され荒れ果てた庭が広がっていたのだ。草木が無秩序に生い茂り、かつての美しい庭園の面影はすっかり失われていたのだ。しかしその中に太筋の明かりが差し込む場所があったのだ。エミリアはその明かりに導かれるように歩みを進めたのだ。明かりの先には見たこともない美しい花が咲いていたのだ。その花はまるで闇を払うかのように輝いていたのだ。エミリアはその花に手を伸ばし、そっと触れたのだ。その瞬間、花はまばゆい光を放ち、エミリアの周りに魔法のような現象が起こり始めたのだ。突然、エミリアの目の前に一人の老婦人が現れたのだ。彼女はまるで風のように静かに現れ、優しい微笑みを浮かべていたのだ。老婦人はエミリアに語りかけたのだ。ようこそ、秘密の花園へ。私はこの庭を守る者、ウィリアンと申します。あなたがここに来るのをずっと待っていました。エミリアは驚くつつも、ウィリアンの言葉に浮き寄せられるように聞き入った。この花園には、古くからの秘密が隠されています。それは、愛と悲しみが交錯する物語です。かつて、この庭園は私と愛する夫のための楽園でした。しかし、彼は闇に囚われ、私は彼を救うためにこの庭園を封印したのです。ビリアンの瞳には、深い悲しみと愛が宿っていたのだ。エミリアはその瞳に見つめられ、次第にリリアンの過去の物語に吹き込まれていったのだ。彼の名はアレクサンドル。彼はこの庭園の設計者であり、私たちはここで愛を育みました。しかし、ある日、彼は闇の力に魅了され、その力を手に入れようとしました。私は彼を止めることができず、彼は闇に囚われてしまったのです。ビリアンの声は震え、その言葉には深い悲しみが込められていたのだ。私はこの庭園を封印し、彼が戻る日を待ち続けました。しかし、その日が来ることはありませんでした。彼の魂は闇に囚われたまま、
ここで横行っているのです。エミリアはリリアンの話に心を打たれ、彼女の悲しみを共有するように感じたのだ。そしてエミリアは決意したのだ。彼女はリリアンの愛する弟を救い、この庭園に再びゆかりを取り戻すことを。私にできることはありますか？エミリアは真剣な眼差しでリリアンに尋ねたのだ。リリアンは微笑み、その手をエミリアの肩に置いたのだ。あなたには純粋な心があります。その心でアレクサンドルを呼び戻すことができるかもしれません。この花園の中心にある古い木に触れ、彼の名を呼んでください。エミリアはリリアンの言葉に従い、庭園の中心へと向かったのだ。そこには大きな古い木が立っていたのだ。その木はかつての映画を思わせるような意見を持っていたが、今はその樹皮も傷つき朽ち欠けていたのだ。エミリアはそっとその木に手を触れ、心の中でアレクサンドルの名を呼んだのだ。その瞬間、木はまばゆいゆかりを放ち、エミリアの周りに暖かな風が吹き抜けたのだ。風は彼女の髪を優しく撫で、耳元でささやくように響いたのだ。ありがとう、エミリア。その声はかすかに聞こえたのだ。エミリアは目を閉じ、その声に耳を傾けたのだ。すると彼女の前に一人の男性が現れたのだ。その瞳には深い闇が宿っていたが、同時に希望の明かりも見えた。アレクサンドル・エミリアはその名を口にしたのだ。彼は微笑み、エミリアに向かって歩み寄ったのだ。あなたのおかげで私は目覚めることができた。長い間私は闇に囚われていたが、あなたの純粋な心が私を救ってくれたのです。エミリアとアレクサンドルはまるで再会を祝うかのように抱き合ったのだ。その瞬間、庭園全体が輝きを取り戻し、花々は再び咲く誇り、鳥たちがさえずり始めたのだ。リリアンは涙を浮かべ、二人の再会を見守っていたのだ。ありがとう、エミリア。あなたの勇気と純粋な心がこの庭園に再びゆかりをもたらしてくれました。エミリアは微笑み、リリアンとアレクサンドルに感謝の意を伝えたのだ。その後、彼女は庭園を後にし、再び村へと戻ったのだ。しかし、彼女の心には、あの秘密の花園の美しい思い出が永遠に刻まれていたのだ。村人たちは、エミリアの区間を見て驚いたが、彼女が語る庭園の物語に耳を傾け、その美しさと神秘に心を打たれたのだ。やがて、村人たちは庭園を恐れることなく、その美しさを再び愛するようになったのだ。そして、エミリアは心の中で誓ったのだ。彼女はこれからも、その庭園を守り続けると、秘密の花園は、再びゆかりを取り戻し、訪れる者たちに愛と希望を与える場所となったのだった。時空を超える少女の冒険。リナは平凡な高校生だったのだ。毎日が同じように過ぎていく中で、特に目立つこともなく、友達と学校生活を楽しんでいたのだ。しかし、
ある日、彼女の運命が大きく変わる出来事が起こったのだ。それは、学校の帰り道でのことだったのだ。リナは夕暮れの街を自転車で走っていたのだ。風が心地よく、彼女の髪をなびかせていたのだ。その時、突然、彼女の目の前に奇妙な光が現れたのだ。その光はまるで彼女を誘うかのように揺らめいていたのだ。リナは自転車を止めて、その光に近づいていったのだ。そこには古びた小箱が置かれていたのだ。箱は不思議な模様で覆われており、何か強い力を秘めているように見えたのだ。リナが手を伸ばすと、小箱はふわりと浮かび上がり、まるで生き物のように震えたのだ。次の瞬間、眩しいゆかりが彼女を包み込んだのだ。リナは目を閉じ、ゆかりの中で意識を失ったのだ。気がつくと、彼女は見知らぬ場所に立っていたのだ。周りを見渡すと、広がる青空と緑の草原、そして遠くには古代の城がそびえ立っていたのだ。ここはどこ？リナはつぶやいたのだ。その声に応えるかのように、背後から少年の声が聞こえたのだ。ここはアエリア。時空を超えた場所だよ。リナが振り向くと、そこには少年が立っていたのだ。彼はリナに優しく微笑みかけ、彼女が手にしていた小箱を指さしたのだ。その箱は時空の扉を開く鍵なんだ。君はその選ばれたものなんだよ。リナは驚くつつも、その言葉に何か真実味を感じたのだ。少年の名はルカと言った。ルカはリナに、アエリアの歴史とこの場所が持つ特別な力について話してくれたのだ。アエリアは時空の狭間に存在し、過去と未来、現実と幻想が交差する場所なのだ。リナはその話に魅了され、ルカと共にアエリアを冒険することを決意したのだ。彼女は新たな友人たちと出会い、異なる時代や場所へと旅をしたのだ。古代エジプトのピラミッドを探索し、中世ヨーロッパの騎士たちと戦い、未来の都市でハイテクなガジェットに驚かされたのだ。ある日、リナとルカはアエリアの奥深くにある禁断の森に足を踏み入れたのだ。そこにはアエリアの守護者であるドラゴンが眠っていたのだ。ドラゴンはリナを見つめ、低い声で語りかけたのだ。選ばれし者よ。お前の使命はただの冒険ではない。この世界を守るために、失われた真実を見つけ出さねばならぬ。リナはドラゴンの言葉に心を揺さぶられたのだ。彼女は単なる冒険者ではなく、アエリアの運命を背負う存在だったのだ。リナとルカはドラゴンの助言を胸に、さらに深い冒険へと踏み出したのだ。ある晩、彼らは不思議な洞窟にたどり着いたのだ。洞窟の中には、神秘的な光を放つ水晶が輝いていたのだ。その光に触れると、リナ
神秘の石が祀られていたのだ。その石を手に入れることで、アエリアの未来を守ることができるのだ。しかし、神殿には闇の勢力も待ち受けていたのだ。リナトルカは激しい戦いに巻き込まれたのだ。リナは自分の力を信じ、全力で戦ったのだ。彼女の心には、仲間たちの絆とドラゴンの言葉が力となっていたのだ。彼女は仲間のため、自分のために戦い続けたのだ。ついに、リナは神秘の石を手に入れることができたのだ。彼女はその力を使い、アエリアを闇から守ることに成功したのだ。リナトルカは神殿を後にし、アエリアの美しい風景を見渡したのだ。リナはアエリアでの経験を通じて、自分自身の強さと可能性を見つけた。現実の世界に戻ったリナは、心の中にアエリアの記憶を大切に抱きながら、日常を過ごしていたのだ。彼女は再びアエリアに戻るための方法を見つけ出そうとしていたのだ。なぜなら、アエリアにはまだ解明されていない謎がたくさん残っていたからなのだ。ある日、リナは再びあの小箱を手に取ったのだ。彼女は箱の中に新たな明かりを見つけたのだ。その明かりは、再び彼女をアエリアへと誘うものだったのだ。リナは微笑みながら、箱を開けたのだ。まばゆい明かりが彼女を包み込み、再び時空を超える冒険が始まったのだ。リナは再びアエリアに降り立ったのだ。彼女はルカヤタの仲間たちと再会し、新たな冒険の準備を整えたのだ。彼女たちはアエリアの隠された真実を探し求め、再び旅立ったのだ。リナとルカの冒険は、新たな試練の幕開けを迎えたのだ。彼らはアエリアの奥地にある天空の城へと向かうことを決意したのだ。その城には、アエリアの未来を揺るがす重要な秘密が隠されていると言われていたのだ。天空の城へ向かう道中、リナトルカは様々な困難に直面したのだ。彼らは巨大な山脈を越え、深い森を抜け、激しい嵐に立ち向かったのだ。しかし、どんな困難にも屈せず、互いに支え合いながら進んでいったのだ。ある日、彼らは荒野を歩いていると、おとりの老人に出会ったのだ。老人はリナトルカに重要な助言を与えたのだ。天空の城には、強大な守護者が待ち受けている。君たちは心を一つにし、全力で立ち向かわねばならないのだ。リナはその言葉を胸に刻み、さらに強い決意を持って進んだのだ。彼女はルカと共に、天空の城の入り口にたどり着いたのだ。城はまるで天空に浮かぶかのように高くそびえていたのだ。城の門を開けると、中には無数の試練が待ち受けていたのだ。リナトルカは知恵と勇気を駆使して、次々と試練を乗り越えていったのだ。彼らは迷宮のような廊下を進み、古代の謎を解き明かし、強力なテクと戦ったのだ。ついに、リナトルカは城の最上階にたどり着いたのだ。そこには、アエリアの守護者である巨大なドラゴンが待っていたのだ。ドラゴンは彼らを見つめ、その目には深い知恵と力が宿っていたのだ。勇者たちよ、お前たちの心の強さを
強力なアイテムだったのだ。リナは時間の結晶を手に入れ、それを使ってアエリアの未来を守る決意を新たにしたのだ。彼女はルカと共に時間の結晶の力を活用してアエリアを再び平和な場所に戻すために行動を起こしたのだ。時間の結晶の力でリナはアエリア全土に広がる闇を浄化していったのだ。彼女は困難な戦いを続けながらも仲間たちとの絆を信じて進み続けたのだ。彼女の努力と勇気は多くの人々に希望をもたらしたのだ。幻想的な鏡の向こう側、森の中にひっそりと佇む古びた屋敷があったのだ。屋敷の住人はほとんどいないように見えたが、一つの部屋だけが不思議な明かりを放っていたのだ。その部屋には一枚の大きな鏡が壁一面にかけられていたのだ。鏡は美しく磨かれており、まるで別の世界を映し出しているかのように見えたのだ。鏡の前に立つと、自分の姿が鮮明に映るだけでなく、その背後にあるものまで見通せるような気がしたのだ。ある日、リナという若い女性がその屋敷に足を踏み入れたのだ。彼女は好奇心旺盛で、冒険心に満ち溢れていたのだ。森の中を散策している口に、偶然この屋敷を見つけたのだ。リナは無意識のうちに、吹き寄せられるように屋敷の中へと入っていったのだ。古びたドアを押し開けると、埃っぽい空気が鼻をついたが、奥から漂う不思議な香りに誘われ、彼女はそのまま進んでいったのだ。長い廊下を抜け、やがてリナは鏡のある部屋にたどり着いたのだ。扉を開けると、部屋は一面に淡い明かりが満ちていたのだ。その光源は、まさにその大きな鏡だったのだ。リナはその美しさに魅了され、鏡の前に立ったのだ。そして、手を伸ばして鏡の表面に触れると、突然、鏡が柔らかく波打ち始めたのだ。なんだこれは。リナは驚き、手を引っ込めたが、鏡の波動は止まらなかったのだ。次の瞬間、彼女の全身が鏡の中に吸い込まれていったのだ。目が覚めると、リナは全く違う場所に立っていたのだ。そこは、見たこともない幻想的な世界だったのだ。空には七色の明かりが舞い、花々はまるで生き物のように動いていたのだ。リナはこの異世界に驚きながらも、興味津々で歩く始めたのだ。ここは一体どこなのだろう。リナは周囲を見回しながらつぶやいたのだ。その時、ふと耳に心地よい音楽が流れてきたのだ。音楽の方向へ歩いていくと、小さな村が見えてきたのだ。村の中心には、大きな噴水があり、その周りを人々が楽しそうに踊っていたのだ。リナはその輪の中に入っていったのだ。こんにちは。ここはどこですか？と尋ねると、ほとりの年配の女性が優しく微笑んで答えたのだ。ここはエジュシオンという場所なの。あなたは鏡を通ってこちらに来たのね。エジュシオン。リナはその名前を繰り返しながら、その響きの美しさに心を奪われたのだ。そう。ここは現実の世界と鏡を通してつながっているのよ。
続けたのだ。この世界にはあなたが心から求めるものが見つかるわ。リナはその言葉に胸を躍らせたのだ。私はこの世界をもっと知りたいのです。何か案内してくれる人はいませんか、と尋ねると、女性はうなずいて村の端にある家を指さしたのだ。そこに住むセレスティアがあなたを案内してくれるでしょう。リナは礼を言ってその家へと向かったのだ。家の扉をノックすると、すぐに中から若い女性が現れたのだ。彼女の名前はセレスティアであり、美しい金髪と青い瞳を持つ、まるで天使のような容姿をしていたのだ。ようこそ、エルシオーネ。セレスティアは微笑みながらリナを迎え入れたのだ。私はこの世界の案内人として、あなたを導く役目を持っています。リナはセレスティアに連れられて、村を巡り始めたのだ。彼女はこの世界の歴史や文化について、セレスティアから多くのことを学んだのだ。エリュシオンは、現実世界の欲望や悲しみを超えた、純粋な喜びと平和に満ちた場所であったのだ。二人は美しい森を抜け、澄んだ湖のほとりにたどり着いたのだ。はそこで立ち止まり、リナに湖の中央に浮かぶ小さな島を指さしたのだ。あそこには、この世界の秘密が隠されています。もしあなたが真実を知りたいのなら、あの島へ行く必要があります。リナは決意を固め、その島へ向かうことにしたのだ。湖の水は透き通っていて、まるで鏡のようにリナの姿を映し出していたのだ。小舟に乗って島へ渡ると、そこには一つの古びた神殿が立っていたのだ。神殿の中に入ると、中央に再び大きな鏡があったのだ。この鏡はリナが最初に見たものと同じように見えたが、何かが違っていたのだ。リナは鏡の前に立ち、再び手を伸ばしたのだ。すると、鏡が再び波打ち始め、リナの全身を包み込んだのだ。次の瞬間、リナは再び元の屋敷の部屋に戻っていたのだ。鏡は何事もなかったかのように、静かに壁にかかっていたのだ。しかし、リナの心には確かな変化が起こっていたのだ。彼女はエリュシオンで得た経験と知識を胸に、これからの人生に新たな意味を見出していたのだ。リナはその後、エリュシオンのことを誰にも話さなかったのだ。彼女にとって、それは特別な場所であり、自分だけの秘密であり続けたのだ。そして、時折、あの鏡の前に立ち、エリュシオンでの出来事を思い出すのだ。その度に、リナの心は平和と喜びで満たされるのだったのだ。エリュシオンは、私たちの心の中にいつも存在しているのだ。リナは、そう思いながら、鏡に映る自分自身を見つめて微笑んだのだ。物語の終わりにリナが鏡の前で微笑む姿は、彼女が心の中に見つけたエリュシオンの平和と喜びを象徴しているのだ。リナは、現実世界でもその心の平和を保ち